皆さん、こんにちは。とりあえず今日ね、10月2日か。まさかね、昨日、まあ金曜日、まあ最近、まあ特にあれか、ここ1、2ヶ月かと、って前月の水曜日、あ、金曜日に、声援が出なかったですけどね、まさか昨日出てたんでね、まあちょっと俺昨日、撮影してたんで、蒲田に。で、ちょっと、まあ動画撮れなかったね、まあ今日ちょっと1日遅れで撮っちゃってるんですけど、今回ポスター3枚ですね、かと。まあちょっと気になるところもあるんで、ちょっとまあちょこちょこ、無駄話しながら、撮っていこうかなと思います。まあ一応ね、今回10月の選果発表なんですけどね、まあ発売的には2月、3月ということで、まあ、一般的に3月と言ったら、やっぱりトミックスの E4 が来ちゃってるんでね。その点は正直発売月ミスったのかなーって感じですかね。まあ、特に2月に関してはね、一応新幹線が1本と、ラウンドハウスのこいつか。再生産かかってるんでね。ちょっと2月の発売が、正直多くなったのかなって感じですかね。まあ、一応多分もしかしたら来月また、3月と4月って感じの、まあ、出るのかなと思いますね。じゃあ、まずこちらから行きましょうか。ここそんなに話すことないんで、こちらから行きます。まずこっちですね。こっちは全部2月でございます。キハ1819の浜風。こちらがなんと再生産と。最後の1819の、敵と切れし浜風。ジェン・シノンの、更新色の、図書を美しく再現し、戦闘車のキハ1818は、ヤンジョネ DSP 配管と、列車無線アンテナがあり、タブレットキャッチャーと、タブレット保護の内車対応姿と。はめ替え可能な点灯式の、あ、はめ替え、はめ、あの、はめ、交換時間と。トリマーコを採取、カニカニエクスプレスと、オアラ、なんかと、ありがとう、キハ18、朝潮タイプが、交換と。あれですね、くるくる回すタイプじゃないですね、キハ18チケって。俺持ってないんで知らなかったんですけど。確かに今、このカラーリングってのは、確か浜風しかもういませんからね。まあ、このカラーリングって浜風ですけど。そっか、こいつしかもういないんですね、逆に言うと。で、こっちですね、スーパーツアが、今回新たにリニューアルとなっております。振り子機構、車体を継承し、実践でもある、時間的な曲線作りを再現し、こっちですね。今回、貫通戦闘車の、先端ガプラがリアルに、フックなしの密輪ガプラパス、電力なんてね、まあ、最近の、やつに変わりました。そうですね、変わる理由があったのか。まあ、値段がね、ちょっと3万、3000ってことで、ちょっと高くなったのかな、正直言うと。まあ、暑さと言ったら、やっぱり初期ロットが脱線しやすいって言われてるのかな。脱線しやすい初期ロットに、その後2次ロットで、3次ロット、4次ロット。多分今回のこれがね、4回目ぐらいの製品かなとは思うんですけど、ちょっと調べてみましょうかね。多分4回か5回ぐらいだと思うんですけど、違ったかな？チャカチャンあった。確か4回目ぐらいだと思うんだけど、ちょっと待ちください。今確認しますんで。383だっけ？あ、351か。全然違った。351と。そうですね、スーパーズサだと、1個だけロットが出てきたのが、これ、再販扱いになってるな。品番101342。これもしかしたら再生産っぽいっすね。そう考えたら確かにニューって書かれてねえな。再生産なんだ。前回の発売がいつかちょっとわかんないんで申し訳ないですけど、一応同じロットが過去に1個ありの、ぐらいですかね。あった、一応過去に、もう1個ロットありますね。そのロットが、品番が10、358で359の増結。発売月は書いてないんですけど、多分一応これが、1次ロットなのか。ってことはこれ3回目ぐらいなんだ。知らなかった。こいつまさか2台目あるんですね。まあそっか、確かにニューって書かれない、再生産が。まあ一応今回なんかカプラだけ変わるみたいなね。まあ別に正直言うと、前回のね、フックなしの、あ、フック付けの、しょうもないカプラでも楽なんですけどね。まあそもそも俺、孤立持ってないんで申し訳ないですけど。暴走じゃねえや。信州の、長野方面のさ、うちの特急って俺持ってなくて、E25 だらけですらも。そうっすね。まあ正直ないかな、俺的な。で、こっちか。今回再生産の雲は90みたいです。旅客数をかけさせた営農者の力持ち。今回モーターで取られたことでね、まあ再生産かかってるみたいです。で、こちら、ローカル線区の、機関区の、給炭、給水、そして機関区の設営と、今回新価格ということで、値上がっただけですかね。ちょっと品番確認しましょうか。品番が23229。229と。古いデータがなさそうだな。一応ね、給炭給水セットのこっちっすね。
これは引っかかったんですけど、23229。当時のお値段が3080円ってことで、だいぶ安いっすね。で、こっちの23223。てか、これ単純にさ、ただ値段が ぼったくりになっただけじゃないの？233の方に関しては、内容がちょっと変わったかわかんないですけど、当時のお値段が4070円。ってことで約倍っすね。本当に約倍っすね。そうですね。何が変わったか。ちなみに昔のパッケージがこちらっすね。これが昔の旧パッケージ。これ多分新パッケージなのかわかんないんだけどさ。まあでも見た目にちょっとパッケージのこの建物の角度が変わってるんで、多分ね、今回のパッケージ変わって中身も変わるかなとは思うんですけどね。で、ちなみに旧タンセットの方が、旧パッケージがこんな感じ。で、これが旧パッケージですね。まあ、こっちに関しては、そうですね。あんまり変わった感じはないかなーって感じですね。はい、そんな感じですかね。まあ、以前のぼったくりが2種類と。で、こちら、テナント関係の方も新価格ということで出るみたいです。こっちもぼったくり本命ですかね。23の、今回目指すんで、もう43でかけちゃう。43と検索。一応こちらですね。まず436、テナントビル1、ファッションビル1、ブランドビル1、ブランドビル2と。っていうわけで、じゃあ出たやつからか。まずテナントビル1ですね。これが当時の旧価格で、2010年ですね。2010年の6月頃の発売で、4180円ですね、当時。うん、なるほど。綺麗に1000円値上がった感じか。そして、ファッションビル1。こちらも発売が2010年6月でお値段が4180円。で、ブランドビル1にか。多分そんなとこいつらも同じなんですかね。ブランドビル1、同じく6月の、4180円の、ブランドビル2、こちらもそうですね。同じく2010年6月の、4180円と。まあ、確かに加藤はね、去年かなんかかな、消費税が値上がるとかっていう時期にさ、確かさ、あの一部のレール、まあ、一部っていうか、ほとんどのレール値上げますよっつって、俺に時期悪いんじゃねえの、バカじゃねえのって言われたはずなんですけど、そうですね、まあ、とうとう加藤も危なそうっすかね。その他ね、ブランドビル、まあ、ワン、ツーってあるんですけど、なんかブランドビルって、ベージュってやつもあるみたいですね。テナントビル、一応こちらあるんですけど、これホワイトバージョンで、グリーンバージョンっていうのも、なんかあるみたいです。当時発売としては2012年の11月で、値段は同じですね。4180円。そうです。そう考えてみると、まあ、今回言ったのがファッションビルブランド1、そして2なんで、そうですね。まあ、可能性的には、ビジネスビル2、そしてオフィスビル2。一応この辺も発売が、2004年の11月なんで、まあ、そろそろこの辺って最新作来るんですかね。まあ、この辺のジオラム関係に関しては俺興味ないんで、出ていきます。で、こっちですかね。で、今回一番の注目こちらでございます。103ケースね。今回スカイブルーとウグイスが、コンテンダーのやつで、リニアル食らいました。ただ JR マークがないやつなんでね。まあ、その点はって感じがします。多分これちなみに旧製品もじってるのかな。でも、旧製品としては字のかったんだよな。こっちですね。お手頃、お手軽で103ケースで抜けちゃうということで、出てます。その他ね、関東と関西の、行き先打ちよりはなんか別パズルでね、出るみたいなんで、まあ、そっちが注目ですかね。で、やっぱり今回なんかこちらですね。頻繁見てもらったからですけど、スカイブルーが1743の A と44A の増結。で、ウグイスが 43C と 44C ってことで、ね、少なくとも 43B と 44B が結番になってますんでね。これはもしかしたらね、オレンジなり、カナリアなりかが、多分リニューアル食らうのかなと俺は、思っております。ちょっとお待ちくださいね。ちなみにね、何年か前に、その、加藤って、103系の重量セット一発、リニューアルしてるんですよ。その時の品番今確認したんですけど、ちょっと待ってくださいね。その商品ページねえかな。さすがにねえか。そうだね、古すぎてないね。加藤って何年か前に、その、山手線の重量と、京浜東北線で、オレンジの、まあ、せっかく言うと、ウグイス、スカイブルー、オレンジは ATC の GL マック付き。で、カナリアだけは非 ATC って感じで、加藤当時出してたんですよ。それがちょっと今ね、何年か前かちょっと調べてもらってくださいね。当時の品番がね、10ね、ウグイスが514でした。ありましたね。非 ATC 社の総武線が、当時2007年4月の発売で、で品番が10の、516。で、ごめんなさい、オレンジが、515。で、山手線のウグイスが、514。ってことは、京浜東北線があるから516か。513ですね。34と来て、オレンジが5か。そうですね。まあ、今回34と来てってあれなんですけど。そうですね。つまり B が何かがちょっと俺もわかんねえな。これがさ、そうですね。先にオレンジが出てさ、まあ、C ロットだったらさ、じゃあ、欠番 B で山手線ウグイスって分かったんですけど。
そうですね。まあ、どうなるか見ますね。まあ、でも今回のやつ、これね、結構お買いやすいとしては、あれなんですかね。一応、基本と造結フルセット買って、まあ、仮にイモンとポポンで言ったら予約価格で計算しても、意外と安く買えるんですよね。3630。一応、フルセット買った時に15,620円なので、それが2割引きで買ってもね、一応お値段、こちらですね。2割引きで買って12,196円。まあ、ポポンでったら早期予約で買って、そうですね、まあ、12,000円って感じなので、正直ね、安いのかなって気がしますね。まあ、黒染め車輪に変わったりとか、多分ね、注意点もあるんですけど、まあ、変更点もあると思うんですけど、ただなんでやっぱり GL マークがないんでね、俺としてはって感じですかね。まあ、特にやっぱり今回お買い物で安いのが、やっぱり重量セットとか買っちゃうと、まあ、景品特選とか使うには重量で、まあ、全然問題ないんですけど、京王線の場合って、一応、200編成だっけ？あ、100番台か。一応、分割する100番台に関しては6両しかないんで、結局、サハユニット、あ、ごめん、サハが2両と、モハユニット1個余ってるんで、これだったら多分、中身がどうせ、クハのモハユニットに、サハとモハユニットだと思うんで、まあ、サハが1台余るだけなんでね。まあ、それはそれで全然、そうですね。まあ、屋根を非冷房の、まあ、加藤の場合、非冷房の103系のやつで、新ロット出てないんで、あれなんですけど。そうですね。交換すれば使えなくはないんでね。まあまあ、ありかなと。個人的そうですね。まあまあまあ、正直言うと。そうですね。ウグイスは欲しいかな。俺まだウグイスの103系って正直、横浜線の救世主しか持ってなくて。まあ、しかもこれはですね、ちょっとクハと、あれ、名前忘れた。あ、サハが。クハとモハイニットとプラスサハもモハイニットで買えば、何両編成でね、横浜線の昔の103系再現できるんで、そういう意味ではね、正直ありなんだよな。まあ、ちなみに今、堂々とこの令和の時代に103系の横浜線再現しようなんていうやつがおるかどうかわかんないよね。まあ、そもそもそれをメーカーが考慮して、この行き先表示シールにわざわざ横浜線を入れるか。まあ、ウグイスって言ったら正直ウグイスのコンテナなんて言ったら山手線、赤羽線。それぐらいだろ。ほんと横浜線と。関東だとそうですね。山手線、横浜線、赤羽線。多分これでも共通パーツになってるんで、もしかしたらなんですけど、まあ、スカイブルーとかウグイス、その辺ごっちゃで出るんですかね。まあ、中に出るのはやっぱりオレンジともかなり安かね。三鷹とか立川、八王子。あとそうですね、西船橋とか千葉か。あれが入ってるかどうかによってね、やっぱり今後のバリ転にかかってくると思うんで、まあそうですね、そこだけが、要注目かなと思いますね。そうですね、103系、まあ結構悪くないんでね、おすすめかなと思います。で、続いてこちらですかね。なんかツイッターで話題のやつは、プラレールのね、デュークが、あ、プラレールじゃねえや、気がしてますか、デュークが選果されるみたいで、先にこっち行きましょうか。こちらですね、加藤ペコスモールイングランドということで、ダブルナインゲージ、76分の1のスケール期間9ミリの、ナロゲージゾーン系が、まあ N ゲージのあれで1000と。こちら、スモールイングランド1863、1860にかけて、少子イングランド製造され、イギリスの、スノーアントカ公園の、まあ、あれで活躍中と。コールスモーター搭載のスムーズであれで、アンカプラのあれ、公開のペコ、仕様の、カプラ付属、最終通過半径の、機関車のみのR100、あると。機関車プラス客車の場合は、R216。まあ、R216 時点でだいぶちっちゃいですからね。一応こちらですかね。今回はまずプリンセスの赤、そして、プリンスの赤ということで、ね、プリンセスとプリンス。何が違うんですかね 全然わかんない。これ単水車のイメージか。俺、これ何かなと思ったら、こっち見ても分かりやすいですけど。確かにこうやってパッと見ると、機関車トーマスの昔のガミガミじいさんのデュークに似てますね。まあ、俺買わんけど。高いですよね、これ。1両2万ですからね。1両2万はね、だいぶリーダーしますよ。で、こちらですね。E150 の北斗星、今回再生産かかったみたいです。全然グレードパーツも、その1だけ、発売みたいです。あとはこの辺ですね。赤き、キツネとかタヌキが N ケージが出てたはずなんですけど、なんと HO サイズでも、出るみたいです。そしてこちらですね。こちらに12月、11月みたいです。で、こちら、HO ケージの、なんかレールが、新たに追加と。R1546 と、1606、それの、25度のやつが、出るみたいです。まあ、どうでもいいや 俺は一応関係ないね。で、こちらですかね。やっぱり今回の一番の注目。品番が、こちら、101615、787系のね、ツバメということで、全盛期の9両のね、フル編成のツバメが一発で出るみたいです。確か過去にツバメといったらね、7両基本と2両増結は出てるはずなんですけど、まあ、今回ね、9両一発ということで、個人的にはね、欲しいのかなと思うんですけど、やっぱり2月って言ったら東急が入っちゃってるんで、2月東急だけだっけな。多分ね、グリーンマックスの2月ってね、あ、終わった！ 2 月ダメだ！アクティが入っちゃってるわ。うーわ、そうだ、2月ってあれだ、アクティ入ってんだ、俺予約しちゃったんだ。しかもアクティ俺これ言ってるんですよ。アクティ2セットの東急グリーンマックスだとダメだ。予算的にアウトだ。うわぁ。
メーカーバカだ。発売時見えなかったな。一応ですね、今回平成各社運転所の BK さん、平成6年頃の全面手すり増設後、左端7端が3号車から5号車に1円交差された姿プロタイプ。グレーのツートンからが途中の全席仕様で製品化。2号車のモハ76200番台は今回初登場。で、モハ760とコタン68が特徴ということで、ね。まだ足パーツの情報が出てませんのでね。別のホームページには。だから、出次第に案内したいと思います。今回取り付け車両の車体を見かして機械表現しておりますと。で、ヘッドライト入れたりと、ドライト電気色 LED の、ライトカバー再現。で、不足しているツバメのがドリームツバメ有明を収録ということで、ね、ほんと往年、前世紀の、まあ、787系が製品かと。まあそうですね、まあ787系って言ったら、今じゃもう日輪とかヒューガだっけ、多分その辺のなんか短縮された編成、まあアランツア教習にあるのは知ってるんですけど、加藤が専科してるんで、確か787系って日輪かなんかに入ってなかったっけ。ごめんなさい、正しくは、日輪シーガイアか。俺ずっと日輪で覚えてた。そして日輪13号宮崎空港機、一応今じゃ6両編成の運用なんだ。あとヒューガってなんか、あれヒューガが違うのか、さすがに。あ、一応ごめんなさい、特急ヒューガ持ってるんですね、日本本線。こっちは一応4両編成の連結なんだ。あ、ごめんなさい、4両編成の普通の連結が、まあ確かに今じゃ7じゃなくて短縮されてこれか。まあそうですね、アランズザ九州にヒューガに日輪か。で、今あれだっけ、36プラス3ってなんかジョイフルトレインなのわかんないけど、なんかこれってグレーベースなんですけど、なんかそれが黒光りベースの、失礼な話だけど、ゴキブリみたいな感じの、確か78、なんか36プラス3みたいなやつが確か出てるはずなんですけど、それの不正解なんですかね、この辺は。確かアランズザ九州とかって、6両と4両はね、過去に製品化されたはずなんですよね。まあ、後で詳しい内容見たいと思います。で、最後お茶ですね。今回高崎の究極が、フルデノリ、リニューアルということで出ております。間違えたことないですけど。まずこちらですね。ここは2月で SL だけはね、3月なんでご注意ください。こちら。DD5 ジャペグマンで高崎レンダーことで、多分今回ヘッドマークのステイが、リニューアルされるんですかね。今回高崎レンダー、の、所属の895ギガプロタイプ。お召し呼び機ならではのランボサイド。なんか、全然見えねえな。わー、全然見えねえ。後で見ます。まあ、基本的にお召しでね、このカプラとか銀色なんでね、多分その辺かな。今回全面ですよ、845ってことある、湾曲形状ですね。つまりここかな。選択肢ナンバープレート、一応888と895。で、生存名板が三菱は印刷み。ヘッドマークは DL 群馬横川。で、DL。これなんていうのかな、読めねえんだよな。薄いではな、そうなの。薄い峠ってこっちだっけ、あ、薄いってあってたわ。で、今回ね、このヘッドマークね、よーく見てみると面白いんですよね。まあ、ここで DL 群馬横川ってあるんですけど、一個足りないんですよね。それがこっちなんですよ。ここ DL 水上。今回ね、今回のこのね、加藤は今回は叩かれに来たのかなって感じですかね、本音は。で、あと DD51 確かさ、八高線関連だっけ、なんか八高線のあの、末端かつてきたけど、ディーゼル区間。確か、DD51 がプッシュフルで、なんだろうな、乗務員訓練なんかわかんないけど、たまにホキ引いたりなんか結構あるんですよね。八高訓練って言われたのかさ、忘れたけど、なんか確か、調べるとね、DD51 かなんかね、DD51 八高訓練多分出てくるはずなんだよ。あれ、八高訓練だっけ、名前俺見たことないんで申し訳ないですけど。そうですね。一応、八高訓練で検算かけたら、出てきますね。ごめんなさい、ハンドル訓練ですね、確かに。八高線のハンドル訓練で客車引いて、プッシュフルで引いたり。で、こういうのがあるんで、結構今回、そうですね、まあまあ、機関車的には2台買うって人いらっしゃるのかな。しまいね、高崎の本当のこの気がつかんですね。一応888と895ってことで、これもろナンバープレートぴったりなんですよね。だプッシュフルの乗務員訓練、ハンドル訓練やりたい人にとってはね、今回この機関車っておすすめなんですかね。ただお値段が1両8100円と。まあ、2両買ったら16000円。ちょっと高いですよね。で、続いてこちらの客車ですね。スーハブ12100万台、高脚新登場、ジェネフジの12系が新車で製品化。確か過去にはね、6両セットかなんかのやつで出てたんですけど、今回こちらですね。SL 伴走車の親17、ごめんなさい、親12。こちらもね、とうとう初の製品化ということで出るみたいです。ジェネフジの高橋センターの、近年の姿がプロタイプ。スーハブ12100万台仕様、の小型、初の製品化。外付け式の貫通フロー、縦長の、つまめん型かな、側面ジェルマークなしの外観音声。俺、今って GR マークないの、確かトミックスが出てるやつで JR マークあるやつなんですけど。まさか今 JR マークって消されたの、あ、ほんとだ、消されてる。知らなかった。ってことはトミックスもまさかの SL マークなし出すのか。ただこれ7年前の記事か。7年前には、確かに JR マークはね、2012年か。あれ、トミックスって JR マークなかったっけ、確かトミックスがね、製品化してるんだよな。俺これ買ったんですよ。何年か前かだけど、ヤフオクで、あ、ごめん、ポチの中古かな。
おじさん、トミックスのもあれだ。ジェルマークには伴走者だけだ。一応 SL の親12だけが、ごめんなさい、ジェルマークあるみたいな。よかった。一瞬間違ったことだった。よかった。でも、まあ、変えないといいからですか。今回、親12、側面台のブラインドを下ろした姿を再現。まあ、つまり、基本的に親12ってでもこれ、カーテンで下ろされてるとしか見たことないんだよな、これ。で、屋根上の、無線アンテナはなし、全面貫通の、まあ、白帯。まあ、いいや。側面ジェルマカリの外観を再現し、テールライト、点灯と。まあ、そりゃそうだろうな。反射板 D5400、ごめんなさい、D5400杯の SL みなかみ、SL 薄い、D5400 の DL みなかみ、DL 薄いが、あると。あと、側面表示るか。何のように物件数は客車の他に機関車一応なんで、これは一応動くって感じかな。で、こっちでしたね。D5400杯の、服装付きってことでね。俺が持ってるやつって、ここの服装がないやつなんでね、正直欲しいなと思ってたんですけど、まあ、今回機関車一応ね、1万4000ってことで、まあ、プラスアルファ、3月ということでね、トミックスのさよなら E4 系が 100%、まあ、遅れるとか見るとしてね、その日なんで、その月なんで、正直、ボディだけ欲しいですね。確かね、ここのね、あの、テンダー含めたこの、ボイラー忘れたんだけど、この、あの、乗務室から前のこの部分が丸々で確かね、昔はアシーパーツ出てたはずなんで、そうですね、アシーパーツで出たらね、そこの部分だけガポンって外して、まあ、本当はね、この顔の部分だけ欲しいんですけど、多分顔の部分はね、あれ外れないはずなんで、この、弁論が、この顔の部分で外れないんで、まあ、今回ね、服装付き、新たに足パーツで買おうかなと思います。一応こちらね、服装装備のデコジ49%製品が、ナンバープレートは通常の、なんかわかんないけど、金に見えた赤白印象が付属ということで、カットのやつ取ったっけな、覚えてないんだな。全焼となったのに取り付けた LP4 型の服装、そして、なんだこれ、終焉なんとかの取り付けやキャブのなんとか、が再現と。まあ、テンダーは、仕切り、なんかこの後で見ます。充電タンクのもろもろがあると。ヘッドマーク SL 群馬、ミラカミ SL 群馬、横川ということでね、この辺に関してはね、一応足パーツの方でヘッドマークが別売りするかどうか、確認したいかなと思いますね。まあ、特に今回 DT50 やっぱり、北海道省か。北海道省からヘッドマークのね、ステーが変わったりしてるんで、まあ、その点がね、今回のこの高崎のやつでどうなるか。そうですね、個人的にやっぱりさ、加藤のナックルカプラはさ、簡単にさ、あの、ぶち穴開けてさ、しちゃえばさ、TN カプラができるから、まあ、そうですね、高崎の企画で、8個分のやりたいんだけどさ、機関車、ちょっと待って、いくらだっけな。確かね、トミックスのね、あれとね、グリーンマックスがね、9万ぐらいするんですよ、予約で。予算オーバーしてんだよなギリギリ、ギリギリってか、もろなんですけど。ちょっと一応確認。ただ、前月がね、常磐線しかないんですよ、俺、トミックスが。だ12月はね、発売ごっつりあるんだけど、1月が常磐線が約2万ってだけで、結構安いんで、確か2万だったよな。あ、そうですね、約2万なんで。問題ないんですよね、予算をちょっと翌月回しちゃったんで、常磐線、あ、これか。カッコ17380足す17160かける2の東急だけど確か東急がねフルセット買ったら4万ってお値段だったんだよな俺の記憶だとあったあったあった基本セットが23,100円のなんかやばいこの時点で値段がすんげえベラボーにいかれてんだけどやばい。この時点でね、値段が約9万いってるわ。増結が23,650円。間違えた。ちょっと待ってね。足すことの23,650円、書くこと G の、かける、1075。そうですね。だいたい今のお値段で8万6000円なので、ここに機関車が、そうですね。まあ、仮にディーゼル機関車だけ、まあ、今回欲しいんで買ったとして、1万6000円の総金額1万2000円くらいだとして、確実に一発の N ゲージで9万8000円なので、そうですね、ギリギリアウトっていうか本気なアウトなんで多分大倉大臣に殺されそうですね。まあしょうがないんでね、これに関しては。でもね、結構ね、加藤の DD51 ね、時たま売れるんですよね、変に。ただね、意外とね、DD51 の北斗星食か、あれね、前回はね、ヘッドマーク製だけ結構バカ売れしたシーパーツ。車両はね、結構ね、そこまで瞬殺したって感じがね、俺しなかったんですよね。まあ正直言うとね。そうですね。まあ、そこがちょっと、あれかなと思いますね。まあ、ちょっとポストだけ長くなっちゃったね。じゃあ各製品ね、細かいところだけちょっと見て、終わりたいと思いますね。あと103系。これ9製品にしてるって出てくるのかな。あー、さすがにそれは出てこなかったのか。お、行き先集中入ってんじゃん。はいえ、やること早いじゃん。さすが。うわ、横浜線入ってるマジでしかもごめんなさい、これ総武線入っちゃってるわ。うわー、総武線とか中央線全部入れたんだ。一応山手線、行き先、山手線池袋大崎品川の、運行番号が、まあ、これと。で、編成番号札が2種類のこれ。で、赤羽線、やっぱり入ってんのか。県特線、大宮、南浦和、蒲田、鶴見、桜木町、磯子、大船、で、快速の大船大宮と。そうですね、これはそうでね、全部入れましたね。大宮、南浦和、蒲田、鶴見。そうですね、これは全部入れましたね。さすがにさ、あれだよね、赤羽行きとか東市場行けなかったのか、当時は。で、中央線、東京武蔵小金井、トヨタ高尾に、特別快速が東京高尾と。で、総武観光線、三鷹の中の西船橋。芝行きさすがにねえか。
で、総武観光船、あ、総武観光船、見えてるの分かれてるのか。で、ごめんなさい、あと津田沼、千葉、お茶の水ことね。一応これと。あ、これヘッドマグリか。で、号車番号に関しては3編成部1から10と。で、またヨシールのシルバーシートと。で、常磐線、上の鳥で、え、まさか常磐線にリニューアルすんの？今、さらっとそっちの方がすごかった。うわぁ、京葉線も入ってる。さすが。405って誰？ちょっと待って。地球の405って誰だ？俺400番台知らねえんだよな。地球はね、ぜあの、末期はね、100番台と、あの、100番台が6両、200番台の、ね、4両、で、300番台の10両編成なんですよ。え、405って誰？え、知らないんだけど俺。一応地球の405って検索かけたんですけど、街灯が引っかかりそうにねえな。ちょっと待ってください。先にこっちだけちょっとちゃちゃっと出してますね。そうですね。405ちょっと見てですね。まあいいや。とりあえず、そうですね。まあとりあえず、乗馬線がね、上の鳥で成田、そして上の成田間がね、入ってますんで、まあこの辺はあれかなと思いますね。まあ、ただ15両のね、例えばあの、本当に、あ、でもそっか、5両の場合は、あれか、基本的には、なんだっけな、低運転台の運行番号を埋められたやつかなんかが入って、あ、運行番号じゃない、低運転台か。車両が入っちゃってるんで、雲波か。で、これですね、横浜線、東神奈川、中山、町田、八王子ということでね、ちゃんと7両編成が入ってますね。いや、これはいいね、ほんと。で、南部線、川崎、上りと、稲城長野は立川と。さすがに武蔵中からねえか、一応6両分。で、埼京線、ごめんなさい、京葉線、千葉港と27橋間の、ほんと、初期開業時、6両分と。で、埼京線、快速池袋、新宿、快速新宿、通勤快速川越、快速で、これも本当にあの前世紀の、区間開業時か、まだ大崎とかあの辺がない時代の重量編成と。これすごくね？これ2つ欲しい。いや、マジでね、あのね、横浜線のね、これはおすすめだわ。これはいいぞ、マジで。しかも、県道線もあるし。いや、これは本当買いだな。しかもヘッドマークも今回特別快速と、横浜線。いや、これね、ちょっと待って、若干ね、横浜線には興奮してるわ。あのね、横浜線って、あの、一時期ね、あの、かなり、あ、ごめんなさい、スカイブルーか。スカイブルーの103系も、昔の蒲田運転所。まあ、昔は、今、蒲田ってあの、電流線かなんかあるんですけど、昔蒲田静かだったんですよ、一部の車両って。で、こういう感じで、横浜線ってね、ヘッドマークが昔ついてた時代があるんですよ。うわ、懐かしい。やべえ、本気で興奮してる。これも本気で興奮してる。うわ、でもすげえな、これ。そうですね、ちょっとこれ楽しみですね。ちょっとこれだけはね、予約しいな。で、あとこっちですね、関西バージョン。京阪神観光線が西明石、甲信口、吹田、高杉のかな、京都。そして阪和線が、ごめんなさい、阪和快速にはちょっとごめんなさい、天王寺。で、E 快速、天王寺、快速、天王寺に、これ大鳥わかんねえ。東岸和田、ひねの、阪空快速ひねのかな。で、和歌山快速の、阪空快速なんか、阪和快速か。で、快速和歌山。で、大阪環状線が8両。で、同じく大阪、京橋、森宮、天王寺、桜島線が同じく桜島線。片町線が片町、市場なんていうのかな、長尾、福山線が宝塚、新三太というのかな、ごめんなさい、品山口、関西本線が、これ港町いるのかな、で、同じくそれに王子、快速なら JR ナンバー、で、シルバーシートという感じですね。いやでも、そうですね、個人的に、まさか、一発で、スカイ、カナリアとオレンジと今、エメラルドグリーンが出るからさ、頭若干ね、フリーズしてるんですよね。いやーでもこれはそうですね。買いだね。行き先表示シールはね、買っといた方がいいと思う。やっぱり既存の約3系にも使えるし、トミックスのやつにも使えるし、号車番号だけはね、行き先表示シールはさすがにわかんないけど、号車番号なんかね、結構トミックスのやつ入ってないから、おすすめかなと思いますね。で、一応こちらですね。ライトが光るって、ライトが光る、確かに、公務店内光るんですよね。第1弾103系公務店内スカイブルーとウグイスの2色で登場。手軽なセット内容で、鉄道向けの入門、思い出の現在への加工ベースのおすすめです。4両編成に中間車2セットの構成で、首都圏で生まれた重量や、各社から出したところで、ね、完全にモハとサハイニットですね。そうですね。モハイニットとサハと、まあ、確かに、この辺に関してはね、うわぁ、ちゃんと横浜線再現資料、偉い。いや、これはね、メーカー偉いわ。しかも、スカイブルーもさ、カナリアもさ、ウグイスもさ、両方できるようにさ、ちゃんとやってるね。一応今回、スカイブルーが、こちらみたいですね。ちょっと待って、この画像出ないですけど。これ、あ、こっちですね。一応こちらですね。今回出るのが、スカイブルーが、まずこちらですね。エコフェアクさんが、369と370。で、ウグイスが285と286ということで。クハ100さんの370ってさ、これもしかして9000円じゃね？これ違うのかな？しか、9000円にも370って品ばった気がするんだよな。いや、それはなさそうみたい。そうですね。さすがにそれは9000円は違うっぽいか。もう俺正直言うと9000円の重量セットってマジで持ってなくて、改造されたやつしか持ってないですよね。一応まあ、モハに関してはね、この辺はまあ、いつもの時のやつで、こちらモハに入れてこちらと。まあ一応この辺に関してはね、モハが連番にはなったんですね。349と500でこちらも。ただから、造形設定に関してはね、これ2個買っちゃうと車番被っちゃうんで、
まあ確かに昔の加藤の単品時代の103系重量で買ったと考えると、まあまあと思いますけどね。ちゃんと、まあ、シャバン被してるだけ偉いっすね。編成表も合ってますね。これに関しては合ってると思います。で、103系の50だと、クハヤクさん、スカイブルーでもかなりでも、あ、ごめんなさい、ウグイスでもっけど。しまいにやっぱりさ、スカイブルーとかなり、ウグイスさ、根結としてるよね。まあ、非冷房時代もあったからさ、マッキーはね、冷房時代か。冷房時代のマッキーになるとさすがにね、ウグイスが多かったんだけど。どうだったかな、ウグイスのスカイブルーっていたっけな、ごめんなさい、冷房車の。あんまりちょっと俺も覚えてないかもしれないですけど。いやー、でもこれすごいな。ちなみにさ、さらっとさ、京浜東北線って1本だけなんだね。まあ、確かに最強線、山手線、赤羽線。悪くはねえな。いや、でも今回のこれ悪くないね、ほんとに。いや、まして横浜線ができるっていうのはさ、やっぱりさ、この4たす3に限るわな。ただ今回、京王線はさすがに編成省いたな。そうですね、京王線はさすがに省かれましたね。京王405、一体何者なんだろう。多分、第一期開業時のほんとに古い車両だと思うんですけど、さすがにね、俺の方でも引っかかんなかった。もともと、まあ、103系の季節って山手線から京浜東北線とか、八甲、あ、ごめんなさい、横浜線。それからもともと、武蔵野、あ、ごめんなさい、京王線に飛んだってやつが多いんでね。一応、カプラ、中間バラのカプラ、で、先頭がいつものダメカプラ、で、まあ、種族表記は積水と。まあ、それはしょうがねえわな。で、今回、内容、奇跡渋滞1枚で、まあ、最大11線対応で、関西は8両。関東で、まあ、こんな感じですね。横浜線のヘッドマークっていうのはね、あ、しかもヘッドマークはシールか。一応どうなのかな、プラスチック的なやつになるんですかね。確か101系の時のさ、カナリアかなんかが出た時のさ、別売りのやつってちゃんとヘッドマークってプラスチックっぽかった、厚みがあるやつなんですよね。で、それに一応両面テープ貼ってって感じで。今回一応、これパーツいくら？パーツが1400円か。じゃあこれだけ欲しいな。そうですね、これだけちょっと予約するっていうのありですね。まあ、103系に関しては多分そこまで瞬殺するってことはなさそうなんで、多分車両の方ではね、買わなくて大丈夫かなと思います、ね。で、浜風。浜風に関してはこちら、もう引退しちゃったのか。あ、そうですね。ごめんなさい。10年前に売り外れてたのか。光なんではね、なんか鳥取の方にいた時一回出てきてんだよね。一応これちら、最後の活躍です。雨風のバネスカット再現。平成23年の2月、サヨナラミッシュを使ったヘッドマークシールも、今回付属。で、6両セットでこんな感じ。で、今回先頭車、屋根上の ATSP 配置、列車のセンターがあり、タブレットキャッチャーとタブレット保護板のないシャッターを再現。中華車のキル180と、キャッシュ、関東扉の大型窓、そこに15時間閉鎖された車体を再現し、ジェネーションの更新色。で、先頭部中間ともに、加藤カプラーの、ボディマンとか、キャッシュ、先頭部の電気連結器が付属。なるほど、そういうことか。で、ヘッドレッド、テールライト、トレインマークともに衝突し付き。で、トレインマークはか、浜風取り付け済みの公開のカニカニエクスプレス、おわら、無事、ありがとう、キャッシュ、朝潮タイプ。で、側面表示にも、浜風カニカニクするのか、セナレビント運転時のヘッドマークが浜風タイプで側面表示を広く。で、交換の前面フォロー、もろもろつくみたいです。まあ、浜風、まあ見たこと、乗ったことはもちろんないですけど、懐かしいじゃん、懐かしいです。俺、気配18ってさね、国鉄塾、こっちが好きなんですよね。で、続いてスーパーツさ。今回、製品から、まあ、センターバーのカップラー、服なしに変わるみたいなんでね。あと、ディスプレイも表現したのか。じゃあ、車輪だけそうですね。かぶってるのもありですかね。台車だけ。ちょっと台車の出発、今度探しておきますので、ご注意ください。まあ、そうですね。バネに入れた強化スカートで、ヘッドライト部分クリアのライトカバー。まあ、フリコ機能。まあ、ダミー、連結カバー付きのダミーカプラー。で、ボディマント服なしの電連。中間部が加藤カプラーの。フック付きってことは？台車マウントじゃないんだ、昔の。新しいロットのカプラーって。知らなかった。これ一応台車マウント、あれですね、ボディマウントでもフックなしで今回。あ、フック付きなんですね、加藤店型。そうなの、加藤カプラ店型とかどこからあるかな、ボディマウントじゃなくて台車マウントなのかな。で、一応ヘッドライトやライト、4号車のみんなで電気作りで、スーパーツさん、取り付けずに交換でしたはずさ、レシバン売り。で、中央ライナー付属。で、8両基本に奇跡処理シールが戻ると。はい、そんな感じですかね。で、続いてが、雲屋90。まあ、これ基本的に昔に、まあ、雲屋のあれですかね、あ、まあ、ローカル線区の車両の、まあ、あれかね、入れ替えとか工場に持ってくやつですよね、確か。そうですね、一応、電車内での文化税後などの2回後や、まあ、試運転手の制御者として活用なんだね。懐かしいじゃん。確か、雲屋90はね、俺持ってた気がするんだよな。覚えてねえんだけど。覚えてねえや。一応、103系挟んだり、111系挟んだり、結構面白いですよね、これ。そうですね。まあ、でも、雲屋90って個人的に関西の方が多かったんですかね。関東だとやっぱり、雲屋一音さんだっけ。あいつらは結構いたからさ。あんまりイメージねえんだよな。で、続いて、やっぱりツバメか。
実写は平成4年1月に、特急サメとしてデビューして以来、様々な運用、内外の理由で、現在も、活躍中と。デビュー時は鹿児島に出ちゃいつれ、門司港から、門司港博多から西鹿児島、現在の鹿児島長官で走行。平成6年に旧連生か、ビフィッシャーの最新の話の参考書が汚染として増水契約書の、対応しましたと。で、今回はもう 7たす2にせず、もう給料一本稼ぐことで全員かと。一応、シャバはこんな感じ。まあ一応、当時のまあ B 級編成なんで、まあシャバは出てくるのかな、簡単に。一応こんな感じでね、ツバメのドリームソメで有明。まあ一応流れ編成時代も再現できると。まあ自由席、自由禁煙の禁煙指定のシーンも。当時、喫煙車両もそこあったのか。そうか。そうだね、俺が生まれる編成初期だもんね、これ。そうか、下手すら確かに俺の時代編成初期は普通に喫煙車はあったわ。で、一応こんな感じ。編成鹿児島での BK さん。編成6年の、ゼミで出動せず、佐橋の8のが3号車5号車に転向されたプロタイプ。グレーのツートンカラーの特徴の、全席小説変化の2号車のモハの86200番台も初登場。0番台とこのロゴ配置が、特徴で、会社機器、最初は青灰色で再現、実車は、ご自車に今黒色で設定。トイレ車両の、ガシャタン、ムカシャ機器を再現、表現し、ヘドライトライト、テント、ヘドライト電気シェリーでのライト付き。で、つばみのがドリームゾーン、アリアキを収録し、前面の運転席元車の鉄の月パーで再現。という感じの、給料セットですね。まあ確かにツバメ欲しいんですけどね。まあ2月は予算オーバーと。まあそうですね。まあでも、そこまでツバメも、なんていうの、そんなに過去の相場が、まあ中古、過去の旧製品がそこまでボッて上がってるわけではないので。まあそうですね、ツバメおいおい欲しいかな、個人的には。そうですね、急ぎではないけどって感じですかね。で、続いて、デュークは正直どうでもいいや。じゃあ続いて、一応こっちか、デコイチ4キュッパ。旧製品あんの？オリエントエクスプレスとかも古いやつあんじゃん。俺が持ってるの頃なんですよ、2016年なら。今回こちらですね。デコイチ4キュッパ、1980年、もうこの辺どうでもいいや。1980年か。確かオリエントエクスプレスも引いたんですよね、これか。その後、最初の復活列車がオリエントエクスプレス。それがさ、このテンダー部分にさ、オリエントって書かれたこれ、結構今、願っちゃってるんですよね。まあいいや。出発の前から大宮駅が、回ると。以降、上越線の SL ミラカメなどイベント列車の、まあ、牽引で人気集め、JR 九州の看板車の一つになっています。平成27年前哨との脇に、LP400型の片言をつけました。現在主に SL 群馬、ミラカミ、SL 群馬4日で、12系客車など、牽引活躍中。デコイチョンキッパーは前哨との脇に作られた、副刀や周辺装置取り付け座、キャバンの製造メンバー、テンダーの外観と近年の変化を再現いたしました。というわけで、機関車を買い直した方がいいのかな。どうしましょうかね。テンダーの外観って言われちゃったらなぁ。気になりますね。淡水車。まあいいや。さすがにそっか、加藤の場合は12系の高崎車両センターってこれ、こっちしか再現してないから、さすがに究極は再現できないのか。確か高崎ってオファニーとか入ってるさ、47セットが、確かトミックス出したやつあるんですけど。そうですね。あれ、未だに出す気ねえのかな。一応こちら、今回、太付き、ナンバープレート、通常の黒字と金に見られた赤字の2種が付属。前哨とワゲンと付けた LP4 型の服と周辺装置の、キャブの製造メンバーと再現。テンダー仕切り、増タン、過去、重油タンク周りの形状やつまめの外観、直感風景など現在の外観を、再現、千輪十輪はスポーク車両に際し、フライフルと設置や、動力は、機関部はもちろんテンダー車輪からの修理も実施。実車同様ボイラーと、大枠間の隙間や、斜めたボックス通りの、まあ、再現と。シリンダーの、案内、キャブの大枠、ランボードの、網目の模様など、細部リアル再現し、ヘッドマークはエセル群馬みなかみ、エセル群馬4日が付属と。まあ、悪くはないですね。で、その高崎の客車と。今回こちら、12系デコイチョンキッパーのエセル群馬、ミラカミ、エセル群馬、エコアナでイベント車が活躍。上級会社のか、JA5 車間のトラセンのイベント車に使用と。親中に同線対象のスタッフ中の会社車で、まあ、事業者が。上級会社の改装、工場に従事や周辺の機械車として活躍しようと。オファ中に、ジリスタッフ中に、JA5 車の高崎の2019年、つまり2年前か。100万台、公共と挟んだ線か、外、外付け式の関東道路、縦長の棚など、側面ジェル膜の種類などを再現。屋根状のシムサントに、ガシャのトレタンク全面側面などの一部も一部収録した白帯。クーラースリットタイプの A13 と、オハ123-6-8-36一部は、メッシュタイプの A13。ソファフ12の関係室側は、ボディマントタイプのアンドンカプラーと、も交換できますと。そうですね。この辺はいいですね。いつもの特徴はいいか。オハ12、ブラインドを、下ろした姿。これはそうですね。いつもの特徴ね。カプラーレントボディマントタイプのアンカプラーで、ナックルが付属。テイライト点灯で、反射板デコイチョンキュッパーの一幕が SL ミナカミ SL 水、DD50 乗が DL ミナカミの DL 水と。そこに表示する付属のナルブケースの客車のこれが。そうですね。まあ、悪くはないですけど、ヘッドマークがね、ここまでバラバラに揃うと、なんか、そうですね、ヘッドマークだけ売れそうって感じがしますね。あ、ごめんなさい、後ろにちゃんとプッシュフルついてたわ、これ、写真。気づいてなかった。そうですね。ま
一応こちらと。今回、高崎処理センターの、高崎市所属の800条55の現在姿と。お見せべきなでも乱暴サイト、で、その沿道連結機が議員に封された姿を再現。乗務員の、扉開き、扉下の縦、の手すりは白色、それ以外の角ですら銀色。前面ですらお名刺本向き82号となる、湾曲形状で、全部カバーがあり、ホイッスルカバーなし、片エンドの無線アンテナ。黒色1号の、製油名盤、三菱が印刷済み。で、付属式ナンバーとか、88と地球号。で、ホイッスルってまく、ディエル群も横川、ディエル水、公開のクルカバーが付属と。まあそうですね、やっぱり八甲訓練やりてっちゃやりてえやな。そうですね、俺こいつら知ってる DD もしてほんと八甲訓練しか正直知らねえからさ。そうですね。まあまあ個人的にはそういう程度かなと思いますけど。まあ、そんな感じの、今回ですかね。まあやっぱり今回加藤がね一番早かったんで、あと、トミックスとマイクロ。まあ事務所なんですけど、そうですね、今回正直やっぱり一番の値段は103系のパーツですかね。正直俺は今回このパーツが一番欲しいわ。やっぱりすごいのが、加藤が横浜線も本気で出すってところ考えて、やっぱり今回、JL マークなしか。確かに赤羽線も JL マークダメだし、まあ中央線とかいいんですけど、そうですね、赤羽線、横浜線、まあ京葉線、まあこの千葉港の時は多分 JL マークないやつなんで 100%。あれどうなのかな、あれでも103系の京葉線第1期開業時って JL マークあった気がするな。ちょっと計算、調べてみよう。ああ、の意味。京王線、京王線。あったあったあった。あ、でもそうか、京王線一応1975年なんだ。開業が。で、全通が1990年か。だからギリギリ本当にもろ平和じゃん。あ、令和じゃん。あ、ごめんなさい。昭和じゃん。路線開業。あ、これか。第一期開業区間じゃねえかな。先に開業したのがあれなんだ。蘇我駅から千葉貨物ターミナル駅までなんだ。で、まああれか、新木場についてもろもろか。一応、1967年、塩浜操車場、現、川崎貨物駅と品川埠頭仮認可。で、1970年、西船橋蘇我、73年に東海道貨物線塩浜操車場から東京貨物か。東京貨物のあれって、京王線使いなの初めて知った。で、1970年、東京貨物ターミナル駅と西船橋駅間の認可。まあ、認可だけか。で、一応78年か、西船橋蘇我駅間が旅客化認可。で、1983年、東京貨物ターミナルから西船橋駅間の旅客化認可、まあ、東京駅新京間の追加認可か。すごいね。一応、西船橋柴塚の旅客線開業。起点が西船橋に越し、西船橋千葉港駅間で旅客業開始。南船橋新奈良市の海浜幕張、ケミヶ浜、稲毛海岸、千葉港、が開業と。てか、じゃあ最初は本当蘇我までなかったんですね。知らなかった。もうそうですね。本当第一期開業区間の103系がということで。本当古いやつが出ましたね。まあそうですね。今回ね、これ、一つにまあ古くされますんで、まあ、横浜線もね、一応、号車番号さえね、まあどうにかすれば、まあ東神奈川、八王子で、まあ、使えますし。そうですね、これはでも本当に2つぐらい買っといた方がまあ安泰かなと俺は思いますね。まあそうそう、俺は2つぐらい欲しいかなと思いますね。まあ一応イモンで、イモンでいくらなんだな。イモンで確かね、ホビーランド線、ホビーランドじゃねえ、ホビーセンターか、ホビーセンターか、当然ラウンドハウスか、ラウンドハウスでもね、意外と1割引きぐらいにするんだよな。ちょっと調べてみるか。10174、間違えた、28か、283239か。一応いいもんじゃまだデータねえよ。さすがにねえか。まあそんな感じですかね。まあとりあえずでも自分が欲しい、なんていうの、クロスタイプの、まあ、総武線だったり、常磐線だったり。そうですね。でも常磐線の103系に関してはね、正直今現在トミックスなんか無難ですよね。低運転台のやつもさ、雲早くさんか。ちゃんと再現してるってところ考えると。正直今更、加藤が常磐線の103系出してどうなるか。まあ、しかもやっぱり全盛期の時ですね。前回のその、あれの時出してないはずなんで。てか、出してないんですよ。常磐線。それが正直今頃どうなるかと思いますけど。まあそうですね。とりあえず今回は、パーツだけはちょっとね、大倉大臣になんとか頭下げてほしいかなと思います、ね。やっぱ横浜線再現したいんでね、個人的に。まあそんなところかなと思います。一応ね、ちょっとまあそうですね。とりあえず今日が、まああれか、再来週か、次のあれですね。マイクロレスって15日だから、ほんと、月の半分が過ぎちゃってる状態の新製品なんですね。まあその後にまだマイクロとかね、GM が、まあ、どこまで出るか、そこぐらいかなと思いますね。まあとりあえずそうですね、今回は、
まあ、103系に関してはね、やっぱり急ぎで買う必要がない車両なので、とにかくトミックスの HG でもいいですし、まあ、そんなところかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。